皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。今回は、ゴルフ界に旋風を巻き起こしているリブゴルフと、日本が誇る世界的ゴルファー松山英樹選手の関係について掘り下げてみたいと思います。サウジアラビア政府の後ろ盾を受け、2022年に旗揚げしたリブゴルフ、トーナメント方式や賞金額などの斬新なルールで注目を集めています。そんなリブゴルフが、松山英樹選手に熱烈なラブコールを送っているのです。我々は英樹松山を獲得しようとしてきた。その事実を認めても構わないと思っている。こう明かすのは、リブゴルフの CEO を務めるグレッグ・ノーマン氏。かつて世界ランク1位に君臨した名プレイヤーであり、松山選手獲得に並々ならぬ意欲を見せています。アジア勢最多のツアー9勝を誇り、2021年のマスターズでは日本人初の栄冠に輝いた松山選手。まさにリブゴルフにとって最高のターゲットと言えるでしょう。関係者の話によると、松山選手に提示された移籍金は400億円超え。この金額はダスティン・ジョンソンやブライソン・デシャンボーら大物選手の獲得に成功してきたリブゴルフにしても破格の条件だといいます。英樹がリブに行っていれば LCCのオーナーくらいには簡単になれるのに。こんな冗談めかした投稿も韓国のプロゴルファーアン・ビョンフンの手によるものです。もはやオーバーな表現ですらないかもしれません。一方、松山選手を欠かすことのできない PGA ツアーも黙ってはいません。松山選手は PGA ツアーのアジア戦略において欠かせない存在。チェ・キョンジュを抜き、アジア勢最多勝利を挙げる松山選手はまさにその中核を担っているのです。左手をリブが握り、右手を PGA ツアーが握り、両者が綱引きのように引っ張り合っている状態。ある関係者はこう例えます。水面下での駆け引きはにわかに白熱の旅を増しているようです。そんな中、サウジアラビアではリブゴルフのシーズン3戦目となるジェダ招待が開催されました。この大会にはかつてのスタープレイヤーにして10年以上も表舞台から姿を消していたアンソニー・キムの姿もありました。2000年の全米オープンでベストアマチュアに輝き、25歳になる前に PGA ツアーで3勝を挙げたキム。ポストタイガーグッズとして大きな期待を集めていましたが、不慮の事故により長らくツアーから離れていたのです。トレードマークの白いベルトにシルバーの AK バックル、果敢なプレーぶりで観客を沸かせたキム。マスターズでは1ラウンド最多の11バーディをマークし、名勝負を演じたこともあります。そんなキムの突然の引退はゴルフ界の大きな謎とされてきました。ギャンブル癖や破天荒な私生活、さらにはイップスの問題など、さまざまな憶測が飛び交ってきたのです。しかしキムの復活の裏にはリブゴルフの巨額オファーがあったようです。かねてからキムは多額の保険金を理由に現役復帰を躊躇していたと言われています。その金額を上回る条件を提示したリブゴルフ。キムもこれに応じ、ついに10年ぶりのツアー復帰を果たしたというわけです。我々はビジネスに感情を持ち込まない。こう語気を強めるノーマン CEO。リブゴルフは、選手の獲得に際して金銭面でのアドバンテージを存分に活用しているようです。一方、松山選手へのアプローチも忘れてはいません。ロサンゼルスで英樹が勝った時も真っ先に祝福のメッセージを送った。松山選手個人への敬意は欠かさない姿勢を見せるノーマン氏。あくまでビジネスとして PGA ツアーとの全面対決を辞さない構えのようです。 PGA ツアーの J モナハンコミッショナーとの間ではすでに交渉が暗礁に乗り上げているとの情報もあります。果たして松山選手はリブゴルフの巨額オファーに屈することになるのでしょうか。ここで改めて松山英樹選手の人となりを見つめ直してみましょう。才能は有限、努力は無限。この言葉は松山選手の座右の銘として知られています。幼い頃からゴルフ漬けの日々を送り、血の滲むような練習を重ねてきた松山選手、何よりも努力を価値あるものとして位置づけているのです。時に性格が悪い、マナーが悪いといった評価を受けることもある松山選手。無愛想な受け答えやクラブを叩きつける仕草から
ネガティブなイメージを持たれがちです。2014年の全英オープンではスロープレーのペナルティを受けながらも納得していないと公言、物議を醸したこともありました。マスコミ対応の悪さも指摘されてきました。テレビカメラの前では穏やかな表情を心がける一方、活字メディアの取材時には不機嫌な態度を取ることが多いのだとか、質問の内容が気に入らなければ、はい、次、と勝手に切り上げてしまう。こんなエピソードからは、内向的で職人気質な性格がうかがえます。松山選手にとって、英語でのコミュニケーションもハードルの一つ。記者会見などでは、通訳に助けられながらも言葉に詰まる場面が見受けられます。しかし、そうした苦手意識と向き合い、少しずつ克服しようと努力を重ねている松山選手。内に秘めた熱い思いをゴルフクラブに託し続ける姿は多くのファンを魅了してやみません。そんな松山選手を支え続けているのが妻のメイさんです。松山選手の出身校である明徳義塾高校と東北福祉大学の後輩にあたるメイさん、在学中からの馴れ初めで松山選手はずっと一途に思い続けてきたそうです。豪邸に住むお嬢様などとささやかれることもありますが、メイさんは決して派手な方ではありません。むしろ松山選手の良き理解者として陰ながら支えてきた存在と言えるでしょう。8歳までハワイで過ごし、英語も堪能だというメイさん、松山選手の通訳としても頼りになる存在です。国内外のツアーに帯同することは少なく、松山さんを自宅でひっそりと支えている。こう明かすのは松山選手の恩師である東北福祉大学の阿部監督です。控えめで自己主張を好まないメイさん。だからこそ松山選手は安心してゴルフに打ち込めるのかもしれません。2017年に結婚した松山選手夫妻、第一子となる娘のカンナちゃんも誕生し、パパの活躍に一喜一憂する日々を送っているはずです。一時はアメリカでの別居を余儀なくされたこともありました。幼いカンナちゃんを連れての渡米生活はさすがに困難だったのでしょう。しかしいつの日か家族3人でアメリカ暮らしを実現させたいと願う松山選手、今は遠距離ながらも家族の絆を大切にしているようです。さて、再びリブゴルフの話題に戻りましょう。果たして松山選手は400億円超えと言われる破格のオファーに応じるのでしょうか。もし松山選手がリブゴルフに移籍すれば、 PGA ツアー一辺倒だったゴルフ界は大きな転換点を迎えるはずです。アジアのトッププレイヤーとして松山選手の去就は各方面から注目を集めています。家族との時間を何よりも大切にする松山選手でも、リブゴルフで得られる巨額の資金はカンナちゃんの将来を考えると魅力的に映るかもしれません。 PGA ツアーへの忠誠心、メジャーチャンピオンとしての矜持、家族を思うがゆえの決断、松山選手の胸中はさぞかし複雑なものがあるでしょう。松山選手の真摯な人柄と誠実なゴルファーぶりを思えば安易な判断は下さないはず。繊細な感性を持ち、何事にも真剣に向き合う松山選手、その葛藤の行方を私たちはただ静かに見守るしかありません。果たしてゴルフ界のスーパースター松山英樹はどのような道を歩んでいくのでしょうか。リブゴルフと PGA ツアーの覇権争いはこのまま泥沼化の様相を呈するのでしょうか。答えは近い将来に明らかになるはずです。松山英樹選手とリブゴルフの関係について詳しくお伝えしてきました。松山選手の真摯な人柄とゴルフに打ち込む姿勢、そして家族を何よりも大切にする価値観、そうした松山選手の本質を思えばリブゴルフへの移籍は簡単には決断できないはずです。巨額のオファーに目がくらむことなく慎重に判断を下すことでしょう。ゴルフ界は今分岐点を迎えています。トッププレイヤーの去就がゴルフの未来を大きく左右するかもしれません。松山英樹選手はそんなゴルフ界のキーパーソンと言っても過言ではありません。彼の決断は私たち一人一人にも問いかけているようです。スポーツに何を求めるのか、お金か名誉か、はたまた家族との時間か、松山選手が下す答えはゴルフのみならずスポーツ全体を考える上でも重要な示唆を与えてくれるはずです。世界中のゴルフファンとともに松山英樹選手の去就を見守り続けていきたいと思います。
本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。